ペコッコヒカキンクッキングへようこそ。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ヒカキンクッキングへようこそ。今日はですね、このヒカキン TV でもなぜか大人気のシリーズ、卵系です。卵系。そう、というのもね、1から2年前ぐらいにあげた日本一高い卵かけご飯作るっていう動画が2000万再生ぐらいいってるんですよ。みんな卵大好きで、僕は思ったんですよ、さらに上を目指したい。ってわけで今日はちょっとさらに一手間かけた、まあ卵かけご飯みたいなもんですね、を作りたいと思います。何を作るかというと、こちら、日本一高い黄身の醤油漬け。そう、今回普通の卵かけご飯みたいに卵をこうパカって割ってご飯にかけていただきますじゃなくて、卵の黄身、卵黄だけ取り除いて醤油に1日漬けてから、その黄身をまた次の日にご飯に乗っけて食べるっていう、このワンランク上だよ。でもちろん今回も日本一高い食材を購入しております。まずはこちら、日本一高い卵、アクアファーム秩父の輝き、6個入り9000円。日本一高い醤油、初登世作り、1本3445円。日本一高いお米、新潟県魚沼産コシヒカリ5キロ1万800円。じゃじゃーん。今ね、僕がこうネットとかで探した中で最も高い食材たちです。で、以前の卵かけご飯でもね、この2つは使ってるんですよね。で、お米はちょっと変わってるんですけど、値段は同じくらいですね。めっちゃ高い。じゃあ一つ一つ開けていきますかね。じゃあまず卵から開けていきます。これね、ちょっと値上がりしたっぽいんだよね。1個卵が、これ1箱じゃないからね、1個1500円だから。落としたらこれもう大変なことになっちゃう。さあ行こう。輝き、キラ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 、おおおお、あー、ほらほらほら、手で描いてんですよ、これ一個一個描いてんの。これ高さが出てます、もうこれね、高級感漂う。これ一回これ出しちゃうか、こうやって。怖え怖え怖え、ああ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 あ、危ない。逆さにしちゃいけなかったのかな。このまま行こう。いきますよ、いでよ日本一高価な卵、輝き。これはなんかあの飼育小屋で見るやつだな。いきますよ、探索開始。むむむむむ、ほら6個入りなわけですよ。ほら一個一個分かれてんの、こうやって。やべえ、これを醤油につけていくのか、やべえ。1個1500円だからね、6個入り9000円だからね。これでどうなっちゃってんの、どんだけエリートな鶏が産んだの。うわー、ほらこれですよ、日本一の風格っていうもんは。ただゆき。はい、続きましてはお醤油。これすげえ真っ黒でね、風格半端ねえんだこれ。 55ml、 こんなちっちゃい瓶でこれで3445円もすんのよ。やばいっしょ。厳重なんだよなこれ、懐かしいな。あー、ラスボス感出ております。で、今回黄身の醤油漬けなわけですよ。漬けるんですよ、たっぷりと。ってことは足りないよな、っていうことで。20本買いました。はい、これだけあれはたっぷりつけられるでしょってことで、ちょっと買いすぎちゃった。ただ賞味期限これめっちゃ持つんで、僕今後ねこれ普通にね料理の動画とかで使えるかもしれないよ、余っても。これをねピンを抜いて、あー、いい香りなんだよこれ。これうまいぞ絶対。って感じですよこれ。じゃあこれをまずタッパー系に出していきますね。それじゃあこのジップロックにたっぷりね、黄身が浸るくらいまでの量を入れていきたいと思います。ちょっと怖いね。あら、うー、ソースより黒いんだよこれ、透明感ゼロなのこれ。これどうなるの、ブラック卵みたいになっちゃうかもよこれ使ったら。わあ、ちょっとやっぱ香りが違うわ、やばいよ、見てほら、なにこれ、闇だよ闇、漆黒だよ。2本目、
やばいなこれ、5、6本は必要かも。こぼしたら大変なことになるからね。ちょーってこぼしたら数千円こぼれることになる。ふざけても失敗しないのが僕なんだ。あー危ない危ない。すごい、待って、これで4本でしょ。もういいんじゃないかな。これでいいかもしれないね。もったいないから、いきます。5本目。やばいねこれ。うわー、はい、これだけたっぷりあれば君は浸るでしょう。じゃあつけるね。醤油も準備できたってことで、卵だな。これ緊張すんだよ。なんかさ、失敗してさ、ベチャってなって、なんかピャーッとなっちゃったとかさ、殻がなんか入ってなんか、なんないかってことで、これ、今回、冒頭にも出てきた、この鶏くん。これ実はすごいアイテムなんですよ。これほら、見て。こうやってでしょ。これで黄身をスポンって吸ってブシッと出せるらしいんだけど、ちょっと心配。この鶏くんに全てがかかってんだよ。もしこれがなんか荒々しくて黄身がドッとなんか潰れたら、自分取ってくれるね、やっていいって感じで心配なんで、一応こっちもあります。ここにポンって落とすと白身だけがビヨンって出てくるタイプのやつ。一応2個あります。さあ行きましょうか。うわ怖え。1500円割ります。怖え。未来に輝け卵。イエス。あ、いけるわ。あ、うわ、もう醤油つけたこれっていう色してんだけど、これこのまま乗せていい色してる。これお店で出てきたらこれテンション上がるやつだよ。やっば。いやー、それでは君に黄身がかかっている、いきます。うわ、これ初めて使うんだけど大丈夫これ。うわ、なんか穴のちっちゃさが超ちっちゃいんだけど、これブルッとかなんないよね。え、これ大丈夫か。いくよ君、マジで責任取ってね、なんかあったら。いきます。コケコッコー。おー、おい、なんか白身吸ってんだろお前。あー、え、卵焼きにします。おーい、お前はえ、なにこれ、思いっきりポンって行くのかな。こいつ引退します。今日持って引退。もうさっきのことはなかったことにして。いきます。これ見て、ほら便利でしょ。こうやってなんかね、はめるとこがあんのよ。こうやってこれなら大丈夫だよ。最初からこれでやればよかった。よいしょー、いきまーす。輝け卵。おおお、なんか安心感があるぞこれ。これさ、いい卵だから、なんか白身もさ、トゥルントゥルンしてんだけど、うまい人だったらこうやってやんだよね、こうやってね。僕それやったら多分破壊するんで、ダメ。これって待ってりゃいいの？これちょっと普通じゃないっしょ、これほら。これ多分いい卵だからだよね。ただ、いくら粘っても白身くん、君はちょっと落ちてもらわないと始まんないんだが。おばばびゃ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 、すごくないこれ。待って、このままさ、君引き連れてさ、また破壊するとかないよね、さっきみたいに。なんで友達なんだよこんなに。あ、怖い怖い怖い。お前引き連れていくなよ君を。本当にこれさ、引っ張られてさ、おっしゃ、崩れないうちにもう入れちゃいますね、これ怖いから。いくよ、いったれ。あー崩れそう、危ねえ。あ、ええ、なにこれ、もう色がなんか焦げついたみたいな色になってる。ただ成功だ。オッケー。これ取り出す時もスプーンで大事にやんなきゃ壊れるな。これなんか結構ね、デリケート、この卵。いいやつだからかわかんないけど、まあでもこれがね、信頼性が高いということが分かったから、いっちゃおう。ふっは、うわー、いい色してる。オッケー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 。 UFO みたいになってるね。 UFO、 ほらほらほら、 UFO の下の部分みたいになってるでしょこれ。あー、ビョン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 。よかった、これがなかったら僕一個もうまくいかなかったかもしれない。いやー、明日食べるのが楽しみだなこれ。一日寝かすっていうのがもうね、漬けマグロみたいな感じでいいよね。引きちぎりてえけど、これ引きちぎったら黄身ごとなんか吸い取られていきそうで怖いんだ。ちょっとね、油断するとね、危ないんだ。いきまーす。2個目。うわ、超いい色してる。いくよーん、せーの、ほら、恐れずいかないと。オッケーオッケーオッケー。あ、うまくなってきた、うまくなってきた。やばっ、色やべえ。何これ、おかしいことになってんのこれ。さあ、もう全部入れちゃおう。あ、危ねえ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 。カラカラ落とす時もたまに危ない。お、あれ、君なんかあれじゃん、素直じゃん。個性があるね、みんな個性がある。うん、3つ目。ふっ、よし、やーべえ、うまそう。やべえな、これだけで数万円はいってるんじゃないか。半端ねえぜ。さあ、あと2個。よし、オッケー、いいね。はい、4つ目。あはははは、やばいやばい、ふざけんな。あやばい、ああ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 あ
いただきます。うまい。やばい、綺麗に取ります。あ、あぶねー。もうめちゃめちゃむずいやん、これ難易度激高やん、これ。頼むよ、マジで一瞬の油断が許されない。危ない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 、怖いよ。やっぱりちょっと柔らかめのもあるからさ、難しいな。よし、行くよ、頼むよ。あー、知ったね、危ねえ。オッケー、4個はい、というわけで6分の4しかうまくいきませんでしたが、これヤバくない？見てほら、これもうドラゴンボール見てんだよ、俺ら。って感じで、怖いんでこれを蓋して冷蔵庫に入れちゃいます。もうあー、怖い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 。はい、これで半日とかでもいいみたいなんだけど、せっかくいい醤油だから僕は丸一日つけたいと思います。それではまた明日の前に、さっき失敗したやつ目玉焼きにします。ブーンブーン。それでは、これもあれじゃん、日本一高い目玉焼きですね。でこれね、気づいちゃったんだけど、まずね、火のつけ方がよくわかんないのと、僕ね、目玉焼き作ったことないかもなんだよね。やばいね、頑張ろう。OK 大丈夫でした、火がつきました。 IH じゃないですから、うちはパワフルですから。まあ目玉焼きっつうのは簡単なもんでね、油敷いてね、卵を落とすだけですから。油敷いていきやーすわ。こんなもんかしらね。まあ焦げなきゃいいんだよね。ティファールだからそんなくっつかないはずだわね。ちょっとね、黄身が破壊してきちゃってるんですけど、やばい、いきまーす。はっ、おお、黄身が大好きです。もったいない、もったいないから。なんかホットケーキみたいな匂いするんだけど、なんで目玉焼きってホットケーキの匂いする？なんで？やばい、蓋新品だった。やべ、あ、なんかこれ蓋合ってる？蓋合ってる？なんか蓋おかしい？大丈夫？まあいいや。できてないね、これ何回も開けちゃうんすよね。半熟のがうまいよね、正直。あのさ、ラーメンでもそうよ。ラーメン屋でさ、半熟卵ってさ、あのさ、固まった卵の時あるじゃん。半熟のがいいよね。輝きの卵で目玉焼き作ったやつって、もしかしたら初かもしんないよ。いないんじゃない？目玉焼きする人あんまり。オッケー、もうこんなもんだろ。ほら、こんな感じでいいでしょ。すごいことになってるんだけど、美味しそうな色してるんだ。よしよし、あらららこれ、うわー。見た目悪いけど美味しいよ。はい、ここにね、塩コショウ。ういはい、これであとは醤油をかけて食べるだけだ。オッケー。さあ、まあまあこれはまだね、ウォーミングアップみたいなもんですがね。いただきます。やばいよね、これ1500円。醤油代入れたらもうちょいするな、600円くらいするような目玉焼きです。色がもうラスボスみたいな色してる。いただきます。醤油が濃くてうまい、黄身が濃厚。そしてうわー、これ明日楽しみだね。これ、ごちそうさまでした。いけいもったいないからね、これも食べちゃいましょう。目玉焼き、かっこ目玉なし。はい、でも美味しいよ。ホットケーキかよって話で。おお、これは作ってよかった、美味しそうじゃん。うぇい。うおお、うまい。それでは一日待ちたいと思います。はぁ、丸一日経ちました。まだね、醤油につけた黄身は見てないんですけど、多分いい感じに味が染みてると思うんで、それを信じていよいよお米を炊いていきたいと思います。さあ行きましょう。魚沼さん、コシヒカリ、これいいやつですからね。僕の故郷新潟の米。さあ行きましょう。ケチ臭い切り方でいこう。一人暮らしだとね、消費するのに時間がかかるから、あんまり豪華に開けちゃうとちょっと。さあ、これで1合。僕米炊くの2年ぶりぐらいかもしれない。ほんと以前卵かけご飯作った時ぶりに米炊くかも。さあ行きましょう。ウェーイ、これが魚沼さんコシヒカリだ。オッケー。これ見てくださいよ、僕新しくさ、今日のために炊飯器パナソニックのいいやつ買ったんですけど、すげえかっこいいのよ。
ダイヤモンドかまど、かっこいい。さあさあさあ、トイレ行きます。ゴー。よし。上京したての頃はね、毎日1合ぐらい炊いて確か食べてたんですけど、それでも僕苦しかったの覚えてるんで、普段からね、時間あったらこうやって自炊したいんだけどね。いいね、お米を傷つけないように優しく優しく。いやー、なんか懐かしい感覚だわこれ、お米研いでんの。よし、こんなとこでしょ。 OK、 最後までこうやってやってちょっとお米落っことすんだよな、失敗すると。このついついこのね、濁ったお水を最後まで出したいがゆえにこうやってやりすぎるんで、こんくらいかな。よし、オッケー。そして、やはりここはミネラルウォーターで。いきますよね。いきます。ゴー。ちょっと固めのが美味しいんだよな、ご飯つうもんは。こんなもんだな。オッケー。さあ、これで炊いていきます。これ見て、これかっこいいでしょ。サンソニック、ここに入れて、よし、ゴー。あ、これすげえすげえ、見て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 、これ銀シャリ、普通固め、柔らか、もちもち、シャッキリ。シャッキリってなんすか、シャッキリって。え、どうしよう、もちもちじゃね、これもちもちやろ、これは。なんかねちゃねちゃなんないよね、大丈夫だよね。いや、いいと思う、やっぱ日本人はもちもちが好きだから。いきます、炊飯。あと51分です、結構待たなきゃ。じゃあ51分待ちます。ブーンブーン、炊けたら。それでは、よそっていきます。いきますよ。いや、うまいんじゃないかな。せーの、パカー。うわー、うめでかね、曇っちゃうぐらいすごい、これ食べよー。すげーうまそう、見てください、これ。これが、魚沼さん最高級コシヒカリ。わー、これがもっちり焼きなんだ。あー、ちょっとやっぱ柔らかい感じかもしれない、なんか。うん、硬そうではない、ちょうどいいわ、でも。うわー、これやべーぞ、超うまそう。で、卵がね、真ん中に乗らせたいから、ちょっと真ん中をへこましといた方がいいよね。こんなもんかな。よし、それでは冷蔵庫から主役を取り出しましょう。ドキドキするね。美味しそうにできてるか、君は崩れてないのか。ゴー。あ、そっとそっと開けますよ。3、2、1、ファイル。超うまそうなんだけど、これやばい、超うまそうな色になってる。やべえ。それでは乗っけていきます。あー、緊張すんだこれ。これでいきます。うおー、やべえ、なにこれ。せーの、えぇ、これ割れる、どうなってんのこれ。もはや卵じゃない、これ。なにこれ、なにこれ。せっかくだからもう2個くらい乗せちゃうかね。えうおー、やば。うぅ、え、なんかさ、ちょっとさ、醤油でコーティングされてなんか硬くなってんだけど、これ割った時にやばいんじゃない。へぇ、アンパンマンの顔みたいになりそうだけど。うおよし、せっかくだから生存した4つ全部乗せて、最後に醤油をかけて食べよう。やっべえな、これルックスが普通じゃねえ。これで最後にちょっと醤油をかけて、周りにね、あんまかけすぎてしょっぱくならないようにしないと。やべえ、ちょ、うまそう、うまそう。完成じゃないこれ、やば。宇宙最強の黄身の醤油漬け卵かけご飯です。それではいただきます。これやばいね、なんとなくこのさ、いくよ、ほら硬いのよ、なんかなんかね、ちょっと飴触ってるじゃないけど、ちょっとこの外側が硬いんだけど、ここはほら、あのさ、テレフォンショッピングのなんか卵黄の、なんか、美味しい卵黄みたいな、そういう感じ。じゃあ割るよ、これ。いきます。せーの。うわー、超うまそう。何これ。もう水飴のような、ねっとり感。超うまそうなんですけども。これ。こっちも。超うまそう。こっちちょっと使ってない部分があっていい、ほら超うまそう。じゃあ食べちゃいましょう。じゃあもうこれ丸ごといっちゃうよ、この卵。いただきます。くっ、卵の食感、めちゃめちゃ濃厚。本当に水飴かってくらい、この醤油がなんか染みてて、塩
超濃厚に仕上がってます。それもやっぱ卵本来のでも美味しさはちゃんと残っててめちゃめちゃ美味しいんだけど、もはやなんか卵かけご飯なのかっていう食感と味ですね。ご飯もうめんだよ。やっぱり予想をはるかに超えてきました。ごちそうさまでした。いや深い味わいでした。なんか何とも言えないこの今まで食べたことないような食感だったんですけど、まあ今回のね醤油の影響な気がしますね。なんか醤油はね結構しょっぱいんですけど、醤油の美味しいおせんべい食べてるみたいなちょっと雰囲気のある醤油なんですよ。だからね多分2日間とか3日間つけっぱなしにしてたら卵の味しなくなるかもしれないですね。もう半分ぐらいまで醤油にね征服されてたんですよ。1日で結構ちょうど良かったのかなと思います。それかね半日くらいでもいいのかもしれないとも思いました。いやー美味しかったです本当に。まあ今回ね僕はすごい高級な食材でやりたいと思ってね、シンプルに醤油だけでやったんですけど、醤油以外にもなんか醤油にみりん入れたりめんつゆにつけたりするのもね美味しいみたいです。やったことない方ぜひお試しあれ。はい、というわけでこの動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッ。その他私ヒカキン Twitter、TikTok、Instagram もやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイムいきますよ。最初はじゃんけんポン、バイ。登録